はい、ありがとうございます。先ほどまではおかちゃんがタンザニアとかエチオピアとか超弾丸で行った経験みたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では今おかちゃんがされてらっしゃるララアーツのお話をいただこうかなって思ってますというところです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとじゃあ早速なんですけど、はい、ララアーツってどんな団体かっていうところを改めてお聞きしていいですか。はい、サンカフィッシュラの研究と啓発団体というふうに名乗ってるんですけど、まあ主にやってるのは研究よりも啓発ですね。まあイベント開催をして、フィッシュラとは何かっていうところから私たちの活動をご紹介させていただいたりっていうのを不定期で開催しています。あとはどなたかに呼んでいただいてゲストとしてフィッシュラについてお話しさせてもらったりですとか、あとは看護学科とか助産学科で特別講義の一環で参加フィッシュラについての講義を一コマ持たせていただいたりとか。そうなんですね。そういう感じです。なるほど、はい、じゃあ大きく分けると、はい、啓発の方が今重要視としては大きいと。そうですね。はい、でその啓発の中でも助産学校とか、はい、その学科で一コマ持たせてもらって、はい、講義をするっていうことと、はい、どっかのイベントに参加させていただいて、はい、それをお話しするみたいなところが今重点的にされてらっしゃるってことなんですね。はい、もう一点ちょっとお聞きしたいのは、イベントって自分たちで主催されることもあるっていうところだったんですけど、はい、どういうのを主催されてるんですか。はい、これまでは毎年5月23日がフィッシュラー撲滅国際デーっていうのに定められていまして、はいはいはい、そこに合わせて啓発イベントをやってきました。フィッシュラーとは何かってところから始まって、フィッシュラー患者さんの証言を紹介したりですとか、国際社会の支援の動きをご紹介したりとか、あとは自分が行ってきたエチオピアのフィッシュラー病院の紹介をしたり、自分の活動紹介をしたりっていうところにゲストの方を招いてイベントっていうのを毎年2018、19、20年はちょっとコロナでオンラインかオフラインか迷ってやらなかったんですけど、はい、2021なんでこれまで3回やってきたのが、まあ主にメインイベントっていう感じですかね。はいはい、あとはその自分の活動に賛同してくださっている方々に、より海外ですとか母子保健の知見を広げてもらおうっていう狙いもあって、海外で働いている助産師ですとか、まあ、助産師以外の母子保健に関与している方々をゲストにお越しいただいて、月1でそういった方のお話を聞くサブイベント的な感じのをやったりもして、その中で小島さんにもお話していただいたりとか、ね、イギリス在住の助産師さんとか、はい、韓国在住の助産師さんとかに最近はお話をしてもらって、はい、日本とアフリカとかってすごく距離が遠く感じてしまう方も実際いらっしゃるので、アフリカの国だけではなくて、まあ、それ以外の国でも助産師がどういう働きをしているとか、現地の女性がどのように妊娠出産に挑んでいるとか、はい、産後どういう風に過ごしてるとか、子育てどんな感じでしてるとかっていうのをみんなで知ろうみたいな感じで定期的にやってます。なるほど、はい、5月23日にまたイベントされるんですか。はい、そうなんです。ちょっとご紹介を、はい、もちろんです、させていただいて、はい、先ほどもご紹介した5月23日がフィッシュラの撲滅デーではあるんですが、今年5月23日が月曜日の平日になるので、はいはい、その前日の22日の夜8時から9時にかけてイベントを開催する予定になっています。実際どんなイベントになるんですか。はい、これは、ね、毎年やってきてるので、何度もね私の話聞いたって方もいらっしゃるんですよね。そういう方々には8時から入っていただくんですけど、まだフィッシュラのことをあまりよく知らないとか初めて聞きますっていう方向けに、実は7時半から30分ほど基礎講座的なことをやって、はい、その後8時から本編に入ろうかなと思っているんですけど、はい、フィッシュラ患者さんの証言の紹介とか、現地のエチオピアの助産師さんのご紹介とかを、あと私の活動紹介と、はい、結構毎年そうなんですけど、国連人口基金の東京事務所さんと一緒にやらせていただいたりもしていて、はい、あ、そうなんですね。今年は東京事務所の所長さんのお話もしていただく予定と、あとアフリカのコモロ連合っていう島国があるんですけど、はい、そちらにも UNFPA の事務所があって、はい、そこにいらっしゃる方とちょっとつながることができたので、現地の状況報告みたいなのを兼ねたイベントにしようかなと思っていますので。なるほど、はい、初めてフィッシュラーを聞く方もそうじゃない方もぜひオンラインでやりますのでご参加いただけると嬉しいです。はい、この、 イベントのリンクっていうところは概要欄に貼っておりますので、気になる方はぜひ見ていただければなと思います。ありがとうございます。じゃあ実際そういう活動をされてらっしゃるっていうところもあると思うんですけど、いつララアースは立ち上がったものでしたっけ。2017年か、はい、なるほど。実際なんか自分の中で2017年に比べて
少し認知度は上がったかなみたいなところもあったりしますか？本当に細々とやっている団体なので、あくまでも日本の助産師業務っていうのが中心にあって、片手間でやっているというところで、あまりスピード感もないですし、手広く広げることもできてはいないんですけど、コツコツ啓発活動をしたりですとか、人づてにご紹介していただいたりとかで、ちょっとずつ賛同者の方が増えてきてるかなという印象はあります。なるほど、ありがとうございます。実際継続していくことが一番重要かなと思ってますので、でも実際僕ホームページ見たんですけど、ドネーションの金額って今どれぐらいもらってるところなんですか？ですね、毎年3月に締めて4月に送金してるので、本当につい最近2021年度のを送金したんですけど、そこが38万円ぐらいだったので、そうなんですね、トータルで150万円ぐらいかな。でもそんなもらってるんですね。そうなんですよ。なので一人当たりの柱の手術修復費用っていうのが約6万円ぐらいなので、25人分ぐらいの女性の手術リハビリ費用を日本で集めることができたかなと思います。なるほど、ありがとうございます、じゃあ今それで2017年から2022年、そこで150万ぐらいですね、今集めて、今後もその活動は継続して続けられるって感じですか？そうですね、これ以上あまり広げると、おそらく自分の生活にも支障が出そうなので、このペースであくまでも自分自身が無理のない持続可能な方法でっていうところで、これまでもやってきたので、今後もおそらくこのペースでやっていくだろうなと思っています、なるほど、ありがとうございます、じゃあ今後のオガちゃんの個人的な目標とか、あとはララアースの目標とかっていうところも聞いてみたいんですけど。そうですね、いやララアース、なんか噂によるとヨガをされてるっていうところもお聞きしたんで今はねチャリティーヨガにしてるんですよ、あ、そうなんですね。自分が開催してるヨガは全額じゃないんですけど、毎回チャリティー企画でやっていて、いただいた参加費の一部が活動費の方に回るという活動の一環でやらせていただいているので、これもおそらく継続していくと思いますし、ララアースとしての目標は現状維持ですかね、あ、じゃあもう継続的に自分がそれをずっと続けられるような体制を整えていくし、そうですね、みたいな感じなんですね。何年か前にもうちょっとララアースの方にウェイトを置くような活動の仕方をするかって考えた時期もあったり、法人格を持った方がいろいろスムーズなんじゃないかっていうようなこともあって、いろんな人の話を聞きに行ったりもしたんですけど、動いていた中で最終的には私は日本でこういった活動を細々と続けていく方が自分の性に合ってるなって思えたのと、現地に行ってみてこれは外物が中に入って活動する場所ではないなって思ったんですよ。もうすでにシステムが出来上がっていて、もちろんエチオピア以外の国で同じようなことを一から始めるっていうのももちろん方法としてはあったかもしれないんですけど、やっぱりエチオピアの病院もスタッフが総勢550人いるんですけど、全員エチオピア人なんですよ。あ、すごいですね、なのでボランティアも募ってないんですよ、とにかく現地の人に雇用を生み出すっていうのもビジョンの一つに掲げているところなので、私なんかが行って患者さんのお世話をするとか、そんなのは全く求められてないというのも現地に行って分かったので、であれば無理に何か現地に行って介入するのではなくて、日本でできることを探そうというか続けようっていう風な自分の中での切り替えになりましたね。なるほど、ありがとうございます、実際ホームページとか行けば、寄付したいなって思った時に寄付できるページとかはあるんですか？そうですね、一応ホームページから寄付サイトに飛べるようになっています、なるほど、ありがとうございます、最後になんですけど、フィッシュラって僕も全然知らなかったですし、多分看護学校に行ってたりだとか、助産師の方であっても知らない方多いと思うんですよ、でそういう方とかにこの動画を含めて知ってもらったりだとか、今後今看護学生の方が小賀ちゃんみたいな風になろうと思った時にアドバイスすることとかってありますか？私も本当にきっかけは何の心の準備もないままふとクリックしたところから始まっているので、何がきっかけになるかなんて全くわからないんですよね。で自分自身も現地にそんなに長期滞在した経験もないのにこんな活動してていいのかなって迷う時があるんですけど、国際協力っていろんな形があっていいんじゃないかなと思うので、ぜひ自分のやり方を見つけて持続的に継続してもらえるのがいいかなっていうふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます、今日はですね、国際協力の中でも今フィッシュラっていうところの啓発っていうところも含めて活動されている小賀ちゃんにお越しいただきました、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いします。 あと5月22日、はい、20時から21時、はい、知らない方は19時半から21時ですね。そうです、はい、はい、こちらについて解説します。はい、イベントありますので、はい、ぜひ概要欄から応募していただければなと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。